中指を取ります。取って小指に移植します。なんで、待て、うん、まだ無理。どうもヒロムです。今回は道具なし、準備なし、難しい練習なしでできる手だけを使ったマジックを5つ紹介していきます。よくマジックやってると突拍子もなくなんかやってってね、迷惑なありがたいことを言われることが結構あるんですけれども、そんな時は逆に、あ、こっちはいつでもできますけど逆に驚く準備できてますかぐらいの感じでね、切り返すこともできます。高評価を押していつでもライブラリーから見返せるようにして絶対にね、習得してみてください。右手パーにして覚えたな。はい、さあゆっくり戻せる。はい、じゃあ反対にしたら、じゃあ4時の方向まで頑張ってこう引っ張っていってもらうと、ゆっくり、そうそうそう、怪我しない程度。はい、そうそう、うん、そしたら4時まで来たら、あとはゆっくり手使ってもいいから頑張って一周させて。待って、うん、はい、まだ無理。はい、このマジックは誰かと一緒にやることが前提です。一人でやるとね、秒でバレます。まずお客様に自分の隣に来てもらうんですけれども、左隣にお客様がいる場合は右手、お客様が右にいる場合は左手を使います。まあ、つまりですね、お客様から離れている方の手で一緒にやるようにしてください。手を机の真上から指先が前の方になるように、こんな感じでね、手を置いてもらいます。ちょっとね、立ち膝とか立ってもらった方がやりやすいと思います。で、隣に来たお客様にも一緒にやってもらうようにしてください。4時の位置まで指先を時計回りで動かしてくださいと言って、まあ、大体この位置ですね。この位置までこんな感じで動かしてもらいます。そしたらですね、このままさらに6時の方に近づけてくださいと言って、相手に動かしてもらうときにですね、あ、無理しないで、手を痛めない範囲で大丈夫ですよっていう心配する素振りを見せるときに、一瞬ね、さりげなく自分の手を机から離します。はい、そして自分の手を机に戻すときに、反時計回りにして、さっきのね、だいたい6時ぐらいの位置まで手を戻します。まあ、相手は自分の手にね、注意が向いているので、この反時計回りの動きっていうのはまず気づかれません。手をですね、限界まで時計回りで進めてくださいと伝えるんですけれども、自分だけね、反時計回りでこの位置に戻しているので、まあ、こんな感じでね、相手よりも有利に手をぐるぐるぐると回していくことができるっていうからくりになります。一緒にやっている本人はですね、当然不思議に見えるんですけれども、他の人はですね、からくりに気づいてもその光景がね、すごい面白いので盛り上がるっていうマジックですね。大人数でやってみるとめちゃくちゃ盛り上がりますので、ぜひやってみてください。次はちょっとショッキングな映像が流れますが、小指がありえない角度に思いっきり曲がってしまいます。どういう仕組みになっているかというと、まずですね、小指を普通に曲げます。反対の親指で少しね、内側にこんな感じで通します。で、その時に中指を使ってですね、この小指の肉の部分をこんな感じでね、手前側にグッと押してやります。で、それと親指で少し内側にやってやると、めちゃくちゃグニャって曲がってるように見えるっていうものですね。中指が外れてしまうとですね、なんか小指が普通に曲がっているだけなんですけれども、これがね、内側にグニャって入り込むことでめちゃくちゃね、曲がってるように見えるっていうものですね。怪我などには気をつけて自己責任でやるようにしてください。こういうね、体を変形させるようなマジックっていうのは、マジシャンが人間離れしているっていうのを強調するのにすごい効果的です。でもがられもするんですけどね。次もちょっとびっくり映像ですが、はい、指がね、いっぱいになってしまうという不思議な現象が起きています。これはですね、人前でやるよりもビデオカメラとかこんな感じでね、映像上で披露することが基本的には前提となります。このね、指がいっぱいに見えるやつを日本で一番最初に投稿したの実は僕なんですね。2019年に TikTok でこれを投稿して、当時ね、3000万再生を叩き出しました。やり方なんですけれども、まあ単純にね、指を後ろからこんな感じで付け加えてるっていうだけなんですけれども、綺麗に揃えられないっていう人はおそらくね、これ全部の指をね、無理やり詰め込もうとするから、多分ね、なかなか揃えられないんだと思います。これ実際は左手の人差し指、中指、薬指の3本だけをこの横から付け加えているっていうだけです。まず最初にこのね、爪が綺麗に横並びになった状態で、ここのね、隙間が見えないようにこんな感じで微調整すると、綺麗に指がいっぱいあるように見えます。これね、結構できると一人でやっても楽しいので、今動画を見ながらでもいいので、ぜひね、やってみてください。そしたら僕の真似をしてもらってもいいですか。左手を前に出してください。はい、そしたら親指を下に。そしたら反対の手をこの中でクロスさせてください。で、指もクロスさせてください。はい、そしたら他の真似をしてほしいんですけど、無理しないでくださいね。このままこんな感じでぐるっと回すことできますか。できます。大丈夫ですか。痛くない。はい、そしたらこのまますぐ戻して大丈夫です。はい、で、そしたら今度親指をピッて伸ばしてほしいんですね。で、この親指を上に持ってくることができますか。え、無理です無理無理。あ、無理しない。実は僕はね、これこのまま戻るんですよ。
このマジックは何も道具を使わないのにもうね何十人下手したら何百人規模でも対応できる素晴らしいマジックですね。昔テレビで木村拓哉さんがどっかの学校に行ってね何百人の生徒に対してこのマジックをやっていました。道具なし準備なしで大人数に対応できるマジックっておそらくこのマジックだけなのでね必ずできるようになりましょう。前提としてその場にいる人全員一緒にやってもらう必要があります。僕の真似をしてくださいと言って両手を前に出して手のひらをね外側に向けてくださいと指示します。そして右手を上からこんな感じでね交差して指をクロスしてもらいます。この動き皆さんできますかと言ってこんな感じでね下からぐるんと一回転させます。できたらこんな感じでねまた元に戻してもらいます。そしてマジシャンはですねこのぐるんと回して戻すときに何かしらの理由をつけて手をね組み直してしまいます。まずどのように組み替えるかなんですけれども左手を伸ばして手のひらを外側に向けます。でさっきはですね右手を上から交差させたんですけれども今度は下からね交差させます。そして大事なのが右手を時計回りに回転させながら親指が合うところで指をクロスします。この動きをどのような理由をつけて組み直すかなんですけれども状況に合わせて僕は変えてます。無理をしないで手を痛めないでくださいねっていう心配する素振りのジェスチャーをして一瞬で組み直しています。他には一緒にねやってくれてない人とかたまにいますからそういう人がいた場合ははいでは元に戻します、あそこもよかったら恥ずかしがらないでやってみてくださいみたいな感じで声をかけるジェスチャーをしながらこの時に組み直してしまいます。どんな理由で組み直してもいいんですけれどもただね無言で組み直すのはバレるので絶対にやめるようにしてください。はい、そしたらあとは皆さん今親指が下になっていると思いますので親指伸ばしてみてくださいと。はい、そしたらこの位置からねこんな感じで横から上に持ってくることができますかと言いながらですねぐるっと回して親指を上に持ってきます。こっちはですねさりげなく先ほど組み替えていますのでできるんですけれども参加している人はね絶対にできないようになっています。割と有名なマジックでもあるので参加している人がね種を知っててできたってまあそういう風に言ってきた場合はあ惜しいあとは空気を読むことができれば完璧だったねみたいな感じで言えばまあいいんじゃないですかね。この中指を取ります、取って小指に移植します、なんでこれは僕がね YouTube 始めたての頃に投稿した小指が取れてそのまま戻ってしまうっていうマジックのパワーアップバージョンになります。ついでにね難易度もパワーアップしております。ここではその前のマジックを知ってる前提でざっくり解説していきますので詳細は右上からポチッとするか概要欄の方をチェックしてみてください。まず例のごとく小指を後ろにこんな感じで反らせます。正面から見るとこんな感じでね小指がないように見えるっていう状態ですね。小指がそんなに反らないっていう人はですね例えばこの机を利用してこんな感じでね引っ掛けて反らせるとか、まあ、実演もそうしてるんですけれども自分の太ももに小指を押し当ててこんな感じで反らせるっていう風にすると結構ねやりやすくなります。今回のマジックはこの小指を反らせてさらに中指と人差し指の間もこんな感じでね思い切り広げる必要があります。この人差し指と中指の間に偽物の中指をこんな感じで持ってきます。偽物の指の作り方はさっき言った前の動画の方からチェックしてみてください。不自然さがないように綺麗に揃えたらすかさずですね中指を取ってそのまま小指の位置に持ってきます。そしてあとはですねそのままカバーした時に後ろの小指を持ってきてこんな感じでねパッと広げてみせると中指から小指にね移動したように見えます。角度に弱いから人前でできないだろうというコメントありましたが確かにね大人数には無理なんですけれども1人2人ぐらいだったらね全然大丈夫です。僕は結構ねいろんな人にこのマジック見せてきたんですけれどもバレたことは1回もないですね。はい、今回ねマジで即興でできる最強の手だけのマジックを集めました。しかもめちゃくちゃ盛り上がりますからね僕もね未だに披露してます。今回の動画5つもねすごい撮るの苦労したので参考になった人はねお疲れ様って意味合いで高評価の方をぜひ気軽にお願いします。そしてついでに皆さんね見返しやすくなりますので次のマジックもチャンネル登録しておいて期待して待っていてください。バイバイ。